ジオンと連邦軍のボブルスーツがです、ね、正面からぶつかり合っての戦闘ですね乱戦になりますしかしガンダムはですねその後ろの方で,です、ね、起きている戦闘から離れていきますアムロむ、とんがり帽子だなでエルメスを見つけた途端にですねこれガンダムなんですけどビットというですねエルメスの遠隔操作武器に囲まれるとこのビットという攻撃兵器をよく意識して撃つんですよ 撃つけどもビットに逃げられてしまうでアムロはです、ね、いきなり「クッソかコントロール!」って言いながらです、ね、目を閉じてしまう「そこだ!」って言ってですね打 <laughs> つとちゃんとビットに命中するとで次々とこの方法でビットをですねエルメスの攻撃兵器を狙撃して落としていきますでアムロがです、ね、そのニュータイプ能力でこのコントロールしてるものを探るとその果てにこう何か見えるんですね。 でまだアムロは「ラ・ラ」という声を聞いてるんですけどもそれがあのコロニーであった、えー、可愛いい女の子のラ・ラだとまだ気が付いてませんでアムロは「ラ・ラ」とかなんかその正体が徐々に見えるこれもうまいですねエルメスのコックピットが徐々にアップになっていくんですけどもエルメスのこのひさしの部分ですねコックピットのひさしの部分でまだ顔だけが見えない状態なんですでここからですね、えー、ガンダムとエルメスの戦闘ですね、えー、が始まりますえー、っと 一直線にです、ね、エルメスが突っ込んでくるんですけどガンダムがよける上の方向へよけるというふうになっていますでアムロのおでこから出るニュータイプフラッシュかなり多いですこれまでね僅かなあの光として見えてたのが目の中心からつい、ね、一線にバーッと広がるようなこれまでなかったような大きいニュータイプフラッシュに出るんですそうするとこのニュータイプフラッシュのイメージの果てについに姿を捉えます ララーの姿。でララーもですね、自分のまあララーはあのニュータイプ能力が強いので,ですね、こんなでっかいフラッシュを出さなくてもですね、自分のイメージの中にガンダムの中のコックピットパイロットとしてのアムロを見ます。でこの見え方ですね、二人のニュータイプ能力差がわかるんですね。アムロはあくまで心象風景として捉えているんですよ。だから。 あのこの時ですねでもそうではなくてあの女の子だと思ったから初めて会った時の服装のララーをです、ね、見てるんですねしかしですねララーは完全にアムロのその時の姿を見ているから本当に物理的にその姿を見ているのでですねコクピットに座ってヘルメットをかぶった見たことがないはずのアムロをちゃんと見てるんですね。 これが二人の能力の差というのかな、違いです。印象で受け取るアムロとです、ね、愚象で受け取るララ。だからララーの方が、実際は戦闘に向いているわけですね。だから、ララーは初めてのロエルメスでもどんどん戦果を出した。しかし、アムロは、なかなか自分のこのニュータイプ能力を戦闘に結びつけることができなかったんですよ。ところが、それがですね、今回のこの戦闘で。 お互いのニュータイプ能力同士が接触してるからですねどん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 アムロの方が覚醒しちゃうわけですね。 でここでもうお互いに正体が分かって心がつながってるんですけども心がつながってるのに戦闘だけはどんどん激しくなるんですねララーのビットですね攻撃機がですねガンダムの武器主力武器もうこの時にこれしか手持ちの遠距離兵器ないんですけども、えー、ビームライフルを狙撃ししてて破壊してしまいますこれでもうガンダムとしてはこれまでライフルでビットを狙撃してたから優勢だったんですけどあの自分の武器を失ってしまうんですね。 で、このコックピットの中のです、ね、アムロです「うっララーならなぜ戦う?」と「ララーだと分かったんです」「あの時の女の子だと分かった」「じゃあ俺たち知り合いじゃないかなぜ戦うんだ?」と問いかける顔がオレンジになっていますこれオレンジになってるのはこのアブノーマルな色指定なんですけど爆発の照り返しを受けててるるから、顔がオレンジになってるんですね。ところがララーの方ははるか遠くにいるのでですねコクピットの中の色ブルーのままなんですね。 この赤のアムロと青のララを見せることで,です、ね、2人の違いを見せているとここら辺の演出も、ね、すごい細かいですねまず遠距離攻撃兵器がララによって奪われたその爆発を照り返して顔はオレンジになっているそしてそれを冷静に見下げる構図でララが青い顔で見ているというです、ね。 うまいこの辺も,もう本当に僕ね「うまい」しか言葉がなくて申し訳ないんですけどもこの貧弱な作画これ実際ねあのガンダム今いろんなところで配信やってるから皆さんも見れると思うんですけども本当にね大した予算でもなければですね制作体制も順当ではないし今みたいに CG も使えないんですよだから本当に演出で見せてるわけですよこの時に顔をオレンジにするかどうかでやっぱ見てる印象全然違うんですよね。 で、えー「ララーならなぜ戦うと見下げているララーの冷たい表情ですね。シャアを傷つけるからというふうに言い放ちます。でアムロがまだオレンジの顔のままそ,そんなバカなっていうとララーの目からです、ね、ビームがシュッと伸びるこれももう本当に心理的なものですこれ殺意の表現ですね。 アムロと心がつながって、で自分と唯一心がつながるのがアムロだと、もうララは分かってるんですよ。だって、シャー・ショウーサテー、シャー・タイサーだ、この時には心を開いてくれないし、キスはしてくれるんだけども、決して自分に本当のことを言ってくれないと。本当に分かり合える存在って、アムロもララもお互いしかないんですよ。でも、その相手にあえて殺意を向けているから、こう目からビームが出る表現になるわけですね。で、ビットが次々と。 アムムロのガンダムに襲いかかってくるんですよで次々と襲いかかってくるビットをですねこれをも,もう剣豪小説というかですねあの戦記物ですよね江戸時代とかの戦記物で鎌倉武士たちがですね飛んでくる矢をですね刀でこう打ち落とすというのがあるんですがあの表現ですね飛んでくる矢をこうパン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 刀で打ち落とすというすごい剣術師として剣士として戦士として武士として優秀な人間だけがやるあの表現をこうやってですね こう叩き落とすすわわけけです、ね、で、ね。これはももう、ララーも予想してないなですね。ガンダムがライフルでビットを落とすところまではやられるかもわかんないんですけども背中に背負ってるです、ね、刀で,です、ね、次々とビットを切り落とすなんていうのはもうエルメスではララーに勝てないという表現なんですよね、えー、アムロは強くなりすぎたと。なんでこんなにいきなり戦場に行ってです、ね、最初ビームが当たらないわけですよ。 で、「「そうか」って言って目を閉じて「そこだ」って言って打ってですねで次にですね手ぶらになっちゃったら手持ちの刀で,です、ね、空中飛んでるです、ね、ビットを次々と切り払うなんていうことは多分5分前のアムロではできないんですねこれもララーと精神接触したゆえのどん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 強くなっていくアムロなんですね強くなりすぎちゃったアムロっていうのかな。でこれが分かったのでララーは言うわけですね。 えー、そのあなたの力が示しているあなたを倒さねばシャーが死ぬっていうふうに言います顔表情を見てください目が左右非対称に描かれています左目の方が広がっていて右目の方がですねノーマルなままですこの左右非対称な顔っていうのは冷静さを失ったり正常さを失っている表現ですねこの時のララはちょっと半分かかってる状態ちょっと狂ってるような状態なんですね であなたの力が示しているあなたを倒せますシャアが死ぬそのあなたの力そのっていうのは何かっていうとどんどん覚醒していって私より強くなっているあなたということですよあなたの能力は本来は先頭に向いているものではないのにどんどん力が伸びているとあなたほっといたらシャアが死ぬってです、ね、切り抜き動画をご視聴いただきありがとうございました私はこのチャンネルの中の人です 私は、クラスメイトの女の子です。第41話、光る宇宙。今回は、覚醒する、アムロ、の解説だったね。そうだね。今回は、岡田敏夫の本家のチャンネルについたコメントを紹介します。ララ、ーとアムロ。青とオレンジの照り返しの部分は、スタンリー・キューブリックの影響でしょうか感情的なオレンジと冷静的なブルー。 落ち着いて攻撃できるララーも怖いのだが、でも、アムロの直情的な性格が、ララーに勝ってしまった。岡田敏夫さんは、アムロがララーを上回っているとおっしゃっていますが、でも、私は未来さんのセリフにあるように互角だと思っています。このシーンの勝敗は、決してアムロの圧倒を描くシーンではなく、むしろ逆に悪い意味での、アムロの異常さ、不自然さを描くシーンであって、 シャアに守るべき人妹のセイラがあったためにタイミングがずれララーに守るべき人シャアがあったために互角なのに負けるという守るべきものがない主人公アムロの格好悪さ惨めさを描いているシーンだと思いますお付き合いいただきありがとうございましたこれからもこの切り抜きチャンネルでは岡田敏夫のガンダムネタを中心に動画をアップしていきますのでこれからもよろしくお願いいたします ショート動画もありますので、よろしければそちらもお楽しみください。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。